皆様こんにちは。不動産の目で今の世界を語る YouTuber、 国際不動産エージェント鈴木でございます。今回は様々な良い商品やサービスを生み出すんだけど、なかなか世界標準を取れず、グローバル化が苦手で世界の潮流から少しずれたところで独自の進化を遂げ、良くも悪くもガラパゴス呼ばわりされる日本という国のありようについて、私の視点で解説をいたします。日本のガラパゴスぶりを示す現象は枚挙にいとまがありません。例えば携帯電話の世界では、10年から15年ほど前にガラケーと呼ばれる日本市場に適応したタイプの商品がたくさん出ましたが、海外ではほぼ使われず、世界のマーケットを取ったのは結局 iPhone や Android のスマホになりました。SNS で言えば、ガラケーの全盛期にミクシーという匿名のネットワークが流行りましたが、日本独自の現象でした。今は LINE を使っている人が多いですが、 LINE のシェアが高いのは日本、台湾、タイぐらいで、世界標準とは程遠いです。車ではトヨタが水素自動車を頑張ってはいますが、全世界 EV 化の流れの中で孤軍奮闘という感があります。芸能エンタメの世界では、韓国のアーティストが早くからアメリカ市場に進出して、カンナムスタイルから始まり、今は BTS とかイカゲームなど全世界的ヒットを生み出していますが、日本のアーティストはあまり海外に出ていかず、日本国内でのみ通用するアイドルやコンテンツばかりを量産している感があります。私思うに、これには国のサイズが影響していると思います。東アジアの主要な国を比較してみると、日本独自の立ち位置が分かりやすくなります。まずは中国が飛び抜けてでかいです。人口14億人で世界一、経済規模も世界第2位、国土面積も巨大でアメリカに匹敵する世界第4位、誰がどう考えても世界のトップを狙えるサイズです。実際中国はアメリカの世界覇権に挑戦して、自らが21世紀の大帝国になろうとしています。まずもって14億人という巨大な人口を養う経済を持たなきゃならないし、巨大な国土を守る軍隊も持たなきゃならない。そのためには全世界的な影響力を持ち、衛星国もいくつか持たなきゃならない。今中国が全世界で展開する一帯一路構想も巨大国家ゆえの自然な整理と考えるべきでしょう。次に韓国と台湾ですが、国土面積や人口から言っていずれもサイズ的には大国にはなれません。とはいえ経済は発展して規模はそれなりにあって、特に韓国になるとフランスやイタリアの下、スペインの上に来るので、中規模国とは言えるでしょうが、悲しいかな、地理的に周りを中国、ロシア、日本というでかい国に囲まれているので、主観的にはどうしても小国という意識にはなるでしょう。それが台湾になると経済規模はベルギーやスウェーデン並みなので、ガチで小国です。小国の場合、国内マーケットのサイズが小さく、すぐ飽和するので、その分海外に出て活躍しようとする人が出やすい環境です。例えば韓国は1990年代からアーティストがアメリカや日本の芸能マーケットに積極的に進出して、それが今 BTS みたいな形で花開いているわけです。台湾人も昔からアメリカのシリコンバレーに出て YouTube の共同創業者になったり、グラフィックプロセッサーで世界的企業となった NVIDIA を起業したりと、そういう素地があったので、今台湾は世界一の半導体大国として、中国の妨害にもかかわらず国際的な発言力を増しているわけです。このように世界に打って出る人が多い上に、国内人口という分母が小さいので、小国は経済的に成功すれば1人当たり GDP で世界上位に出やすい傾向があります。例えばアジアの場合、わずか数百万人の都市国家であるシンガポールが1人当たり GDP でトップになっています。そしてサイズ的には両者の中間にあるのが日本なんです。国土面積は世界62位、人口は世界11位ということで、単独で世界帝国になるのは無理です。一方で経済規模がなかなか大きくて世界第3位、ヨーロッパ首位のドイツより上に来る上に、排他的経済水域の面積でも世界第6位なので、中規模国としてはでかい方で、地域大国も狙えるサイズではあります。ただ隣に巨大な中国やロシアがあるし、超大国アメリカの子分という立ち位置ゆえ、大国化が難しい現実があります。
かつて日露戦争から第二次世界大戦までの日本はアジアの地域大国として振る舞い、台湾、韓国を植民地化して、満州を反植民地化して、アメリカとガチンコ対決までしましたが、結果的に日本国民にはかなり無理を強いてしまいました。戦争に敗れた後、日米安保条約と憲法を70年以上変えずに今日に至るわけですが、それは自らが軍事大国になる痛みを負いたくない、アジア大陸の紛争に手を汚して関わりたくない、アメリカとの軍事同盟でリスクヘッジをしつつ身の丈に合った中規模国家として生きていきたいという日本国民の暗黙の意思が反映されているのだと思います。そういうお国柄なので日本人は企業はともかく国民全般は韓国人や台湾人ほど海外進出に熱心とは言えません。芸能界にしろ携帯電話の業界にせよ、教育産業でも私が身を置く不動産業でもほとんどの人が日本国内のマーケットで食べていきたいと考えている。実際に1億2000万人 GDP で世界第3位というそれなりに豊かなマーケットがあるので、海外に出なくても外国語を身につけなくてもとりあえず日本だけで食っていくことはできます。その点で恵まれた国だとは思いますが、結局日本って文化的にも言語的にもセンスの面でもかなり独特な面がある上に、アメリカみたいな多民族国家でもないので、日本マーケットに適応した人や企業が世界で通用しにくい、世界で金が稼ぎにくいという特徴はどうしてもあります。日本で生まれたビジネスモデルや技術、商品がそのまま世界標準になって海外の人々に使ってもらえればいいんですけど、それができるのはアメリカみたいな世界帝国だけです。日本は残念ながら外国に力ずくで言うことを聞かせるだけのパワーは持っていません。とはいえ日本で生まれたものがクオリティコンセプトの面で劣っているということは全然ないんですね。1990年代に出たドコモの i モードは世界的なネット携帯サービスの先駆けですし、サブスクモデルで定額料金だけ取るビジネスモデルも日本が最初に始めました。携帯で見れるワンセグ放送だって斬新だし、今全世界で使われている QR コードは1994年に日本のデンソーが生み出しました。トヨタの水素自動車だってソリューションとしては EV に劣らないと思います。それでも超おいしいビジネス領域で世界標準を取るには政治力や軍事力が決め手になるので、結局は超大国、特に欧米が決めるんです。日本発のものは大抵世界標準になれない。でも日本市場はそれなりに裕福だし、テクノロジーも資金も人材も外国にあまり頼らず、ほとんど自前で調達できてしまう。その結果、日本だけで通用する独自の生態系ができてしまうんです。独自に進化するほど世界標準から離れてしまう。それが21世紀のガラパゴスを生み出すメカニズムなんですね。元祖ガラパゴスは南米エクアドル沖に点在する島々ですけど、現代の日本ガラパゴスは東アジアの沖、太平洋上に浮かび、世界第3位の経済規模を持つ巨大な進化系スーパーガラパゴスなんです。テクノロジーもカルチャーもエンタメも全てが揃ってますけど、世界のメインストリームとはずれてて独特で、ある意味むちゃくちゃ個性的で楽しい国ではあります。日本の訪れた外国人旅行客でそのユニークさ、奥深さに魅了されてしまう人はとても多いです。中国や韓国に見向きもせず日本にだけリピートし続ける人も多い。日本文化のファンは世界的に多く、知識人層を含めてそれなりにリスペクトされている国であることも確かです。でもってこのままの日本でいいのかという議論は当然ありますよね。人口は減少、経済は長期低迷、所得水準も先進国としては下から数えた方が早い、国家財政は借金が多い、年金や医療保険制度の維持も課題、エネルギーや原発の問題、そして米中対立を背景に東アジアでは軍事的衝突のリスクも高まっており、日本はまさに社会問題のデパートと言えます。加えて世界屈指の自然災害のデパートでもあります。そんな日本に生まれて私はグローバルプレイヤーとして生きていこうと決め、20代の頃からいろんな言葉を覚え、海外に出て働いて資産形成もして、50代になった今でも不動産を通じてグローバルなビジネスを続けています。そんな日本人は徐々に増えていると思います。アメリカでレジェンドになった二刀流の大谷選手とか、
スケートボードで金メダルを取った堀米選手に象徴されるように、若い世代の世界的な活躍が増えている印象ですし、今はネットとスマホの時代になり、その結果日本と海外との文化障壁も少なくなり、今後さらに日本人が世界で活躍しやすい状況は出てくると思います。言い換えればテクノロジーを通じて日本のユニークさを世界中がもっと手軽に楽しめるようになってくると思いますし、その過程で日本初の世界的企業も生まれてくるでしょう。ただ日本の中で間違いなく二極化はするでしょうね。だから日本国全体をどうするみたいなでかい話よりも、まずは個人としてのサバイバルを考える方が先決だというのが私の意見ですし、多分それは間違いないと思います。個人的には国のサイズや歴史的経緯の結果、今ものすごくユニークなガラパゴスとして存在する日本で、世界とのギャップを見つめつつグローバルプレイヤーとして働けるのはものすごい特権だと思っています。その考え方、生き方を皆様ともっと共有して、お互いエキサイティングな人生を歩んでいきたいです。今日の動画面白かった、ためになったと思った方はいいねとチャンネル登録をお願いいたします。それでは失礼します。さようなら。